始まりました。ハッシュタグ私の転職本音の座談会、 MC を務めます新米です。では続いてのテーマは何でしょうか。働く意識の変化で企業は転職の意識が変わってきた中、中途採用する企業はどれぐらい増えてるんでしょう。まあ、こちらのデータなんですけども、まあ、有効求人倍率っていうところで見ていただきますと、まあ、2009年のあたりが 0.5 ぐらいだったんですけども、この青いのがどんどん上がっていって2020年、コロナで一回求人がすごく減ったけれども、ね、また上がって戻ってきていて、でも長いトレンドとしては人をもっと雇いたいと思っている企業が増えてると、うん、そうですね。はい、赤いラインが有効求人数だったりしますけども、それもかなり伸びていますので、売り手市場なんですね。はい、引き続き人が足りない状況、はい、充足していないという状況が続いているというところになります。これは新卒採用は含んでないっていうことなんですかね。全体ですね。全体、はい、全体、厚労省のデータになるので、はいはい、全体の数字になりますね。次言っていただいていいですかね。はい、中途採用が増えている業界で言いますと、IT 通信インターネットっていうところは引き続きですけども、うんうん、一番右の青いところ、青になっているところが増えているということですね。前年のところと前月のところで、レジャーの伸びがすごいですね。私の会社レジャーですから、はい、人手不足ですか。はい、まあ、でも結構軒並み伸びているのかなっていう感じで、ですね、本当にどこも足りなかったりしますので、うん、エネルギーも、うん、運輸もみたいなところですね。どれがっていうよりは本当にどこも足りないっていうのがありますよね。企業は採用活動をすごく力を入れているということですね。うん、そうですね。まあ、中途採用に積極的な企業というのが、まあ、9割ぐらいの企業様が積極的であるというところで回答していますので、人が欲しいっていうのは相変わらず、うん、高くはなってきていますね。そうですね。テレ東も毎月のように、はい、うん、そうなんですか。キャリア採用の方が今日も入りましたっていうのが全社メールで送られてくるんですけど、すごい数、本当にジョインしてくださる方がすごく増えてきて、ものすごい身近に感じてます。採用やってるなみたいな。毎年増えてるなっていう体感ありますか。めちゃくちゃありますね。ここ本当にここ数年で、のもう半分ぐらい人が入れ替わったんじゃないかなぐらいなイメージ。そうなんですか。すごい、転職者増えてますね。ほぼ全ての業界で増えてるってことですね。そのコロナ禍だった時ってやっぱりどこもちょっと落ち込みがあったんですけども、やっぱりその医療福祉介護とか食品とか生活とか、まあ、インフラに関わるようなところ、まあ、生活インフラとか、まあ、エネルギーもそうですけども、まあ、そこはかなり高くなったかなと思うんですが、まあ、そこが落ち着いてきた段階でもですね、やっぱりその人手不足感っていうのは変わらなかったりもしますし、あとはそのフードサービスとか、まあ、レジャーみたいなところがまた改めてですね、本当に人手不足、まあ、インバウンドもありますけども、人が足りないっていう状況にはなっていますね。もうすぐに欲しいっていう。そうですね。やっぱりその、まあ、何年か前人が取れなくて廃業せざるを得ないみたいな話題があったと思うんですけど、それってもうフードサービスだけの話ではなくて、はい、本当に人が足りないですとか、まあ、高齢化しているとかもそうですけども、まあ、本当にあそこは課題になっているところではありますね。採用する側としても難しいですよね。競合が多いってことですもんね。条件もかなり好条件にしないと皆さん来てくださらないってことですよね。やっぱり給与を上げられない企業で採用が難しくなっているっていう課題が顕著になっていますので、まあ、弊社でもですね、給与アップ応援プロジェクトというところで企業様の方の賃上げを応援してですね、はい、働く方々の給与を上げていこうっていう取り組みをしているんですけども、大手企業様の場合は内部留保がありましたので、すぐ割とその賃上げして、まあ、昨年の段階で、かなりの企業様賃上げしていると思うんですが、現状その6割ぐらいの中小企業様の方では防衛的賃上げになってしまっているというか、業績が上がってないけど人を採用しないといけないから、ビジネスを求められないから採用するって回答している企業様非常に多くてですね、本当に厳しい状況の中賃上げせざるを得ないっていう。ここまでご覧いただきありがとうございました。続きはテレ東ビズでご覧ください。